チョコレートの怪獣といえばゲスラですが、チョコレートにまつわる他のウルトラ戦士たちがいるわけですよ。はい、じゃあ出てきてもらいましょう。はい、まあね、大体みんな分かってたんじゃないですかね。はい、ウルトラマンナイスとウルトラセブン X ですよ。ウルトラセブン X ですよ。ウルトラセブン X、 ソフビ持っていたはずなんですよ。持っていたはずなんですけど、見つかりませんでした。はい、同一人物ってことでウルトラセブンもね、今回セブン X の代わりに登場させているんですけど、ここからはショコラの時代ということでね、ゲスラ、ナイス、セブンと一緒に語っていきましょう。もうナイスはね、言わずと知れたチョコレートを食べて変身するウルトラマンですからね。そうなんですよ。まあね、こう腕時計というか、そのなんていうの、まあ、腕時計みたいなのがここについてて、でこれをバカって開いて、バカって開いて、この中のチョコレートを食べてウルトラマンナイスってなるわけですからね。はい、まあ僕はね、そもそもウルトラマンテレビシーズンで平成2期世代ですから、その周りの子たちもね、ナイスのこと結構知ってて、ウルトラマン知らない子でも、チョコ食べて変身するウルトラマンいるよねとか、そういう話をね、してくれる子とかいましたよ、当時。まあナイス一回知らない人に説明すると、ウルトラマンナイスはまあなんかおもちゃの CM のなんかイメージキャラクターみたいな感じで登場したウルトラマンなんですよ。ティガの再放送がテレビでやって、それが終わった後の CM でウルトラマンナイスが登場すると、大体1分か2分のショートコントみたいなお話をやるわけですよ。ナイスはどちらかっていうと、イベントとかに登場するナイスの方が語ること多くて、そう、まあね、ザゴン星人もね、後で触れるんですが、まあ、ナイス結構物語で MC やったりとか、あとはゼアス一緒に漫才やったりとか、まあ、だいぶね、お笑い担当ではあるんですけど、ナイスのお笑い本当面白いんですよ。そう、あとナイスのね、ベリーナイスコースね、このクロスで首をこう傾け、この光線がね、やっぱね、面白いし、写真撮るときいいですよね。子供の頃、まあ弟もいるんですが、僕と弟とナイスでこうやった写真とかね、お家にあったんでね、そう、ナイス結構好きですね。そう、ゼアスとのね、漫才とかね、またどっかで見れないのかなって思ってますね。なんかミニステージみたいのが昔はあって、そこで、ゲスラの時に話したウルトラ P だったりとか、で、ナイスがゼアスと漫才したりとか、ああいうのがあったんでね、ああいうのまたやってほしいなって思いますよね。ねえ、ナイスもね、漫才やりたいと思うんで、ナイス面白いんですよ。あ、でもだからこそ、ギャラファイで、ナイスとゼアス登場した時の、あのやりとりは本当に嬉しかったですね。ナイスだからこそできるっていう、お笑いはね、やっぱナイスがずっと続けてほしいんですね。いや、どうなんだろう、ナイスの代わりってもう出てこないよな。まあだからそうだね、あとはギャラファイにナイス、まあゼアスも含め登場してくれたわけですし、そろそろまたね、バトルステージの方にもね、ナイス出てきてくれないかなって思います。なんて思ってたらザゴン星人が出たんですよね、ウルトラマントリガーの時に。ウルトラマントリガー2021年のウルトラヒーローズエキスポサマーフェスティバル2021の時にザゴン星人出たんですよ。あれすごい嬉しかったな。ウルトラマングルーヴ対ダーゴン&ザゴン星人っていうね、すごいね、タイトルマッチがあったわけですよ。
あの時ね、そう、ザゴン星人が本当面白くて、そう、あのナイス面白いですけど、ザゴン星人も面白いんですよ。うん、もうなんて言ったってもうこの2人がずっと戦ってたわけですからね、それは面白いよなって思って、もうずっとザゴン星人ばっか見ちゃってた。あの時そう、もったいないことしたなって思って、そう、普通グルーヴ対ダーモンのところ見るかと思って、グルーヴの攻撃を思いっきり食らってちょっと気絶しちゃってた時もずっとそのザゴン星人ばっか見て、でその間ずっとグルーヴとダーモン戦ってたんです。ザゴン星人見て笑っちゃってて、うん、まあでもすごいね、僕楽しめたんでそれはそれで OK なのかなとも思います。うん、まあナイス、こんな感じかな。まあセブン X の世界はちょっと特殊で、防衛部隊ではなくて、その地球に侵入してきた宇宙人たちを、まあ、退治したりとか取り締まる組織、まあエージェントとしてデウスっていう組織があるんですよ。その中にいるエージェント S っていう女の子がチョコレートが大好きで、エージェントジンとかエージェント K と一緒にこう会議してる時にこうスッとねチョコを出してこうやって食べてこう話をしていくと、あれがねすごいね、僕はかっこよくて好きなんですよ。ちょっと大人向けな作品だと、このダンディーなそのおじさまがねこう喋りながらこうポンってタバコ出して吸うみたいな、そういうシーンとかある、あってかっこいいとかよく言われていますけど、あのねかっこいい女性はタバコじゃなくてもこうチョコを食べるだけでかっこいいんですよ。うん、っていうことを教えてくれたのがウルトラセブン X でしたね。まあ、てかみんなどうなんですかね、このセブン X についてのその当時見てた人がいたら意見とかすごい欲しいんですけど、僕は本当に嬉しかったですね。うん、普通に楽しんで見てました。まあネクサスもう直撃世代なんで、ネクサス見ててちょっと耐性もあったのかなっていう部分と、あとはシンプルにメビウスが終わっちゃった後にテレビシリーズが一旦終わるわけですよ。うん、なって思ってたら普通に1年後ウルトラセブン X っていうのが深夜に放送すると、もうそれだけでね普通に嬉しかったんですよね。そう、シリアスだなとか大人っぽいなとか思いつつ普通に楽しんで見てました。そう、セブン X 一回も登場しねえんだこの回とか思った回もありましたけど、うん、まあとはいえ普通になんかシリアスなお話だし、ちょっと大人チックなお話で難しい部分も多かったんで、僕が覚えてることとしたら本当にこのチョコレート、エージェント S のチョコレートをかっこよく食べるところと、あとはドンドンっていうあのねアイスラッカーがめちゃくちゃドンキみたいにね扱われているところとかね、あとマーキンド星人か、マーキンド星人、マーキンド星人って名前は覚えてなかったんですけど、いい仕事紹介するよっていう、まあそんなシーンがあるんですけど、あれぐらいかな。あと最終回の怪獣がもう本当にもう全身全霊を注いだぐらい気持ちが悪いっていうね、うん、どんぐらい、まあ、なんだかんだ覚えてるな、そう、なんだかんだ覚えてるぞ。ウルトラセブン X ってね、まあ見た目見て思う通りね、ちょっとなんかセブンよりちょっと強そうに見えるじゃないですか。でも違うんですよ、あれは進化じゃなくてどちらかっていうと退化で、うん、ちょっとねウルトラセブンが力を失っちゃってる状態なんですよね。うん、まああれはなんだろう、まあ例えば深海魚みたいなもんなんですかね。深海魚って深海にいると普通の状態だけど、陸に上がるとちょっと中身のないぞボーって出したりとか、なんか形状が変化するじゃないですか。それと一緒で、だからまあ普段 M78000 っていうか、この普段セブンが守ってる地球にいるセブンがこれだとして、パラレルワールドに行った時にこう形状変化しちゃったっていう、うん、っていうことなんじゃないのって思いましたね。はい、アクアプロジェクトだけ、そう、エージェント S 結構ね可愛かったんですよね、今見返してみたら。まあ、そのすごいね、子供の頃はめちゃくちゃかっこいい女性だなって思って見てて、まあ、実際かっこいいんですけど、そう、意外とね、そのチョコもかっこよく食べるところだけじゃなくて、意外となんか場を和ませようとしてチョコを食べるって言って出して食べたりとか、結構ね、茶目気のある部分もあったんだよな。そう、皆
回そう面白かったですね。絶対絶命のピンチの時に死ぬ前の最後の一本みたいな感じでタバコ吸うみたいな、そんな感じでチョコ食べるんですよ、うん、あれとかね、そう結局かっこいいしね、うん、結局かっこいいんだけど、タバコとかねちょっとね体に悪い部分があるんで、タバコとかは、うん、そういう時はやっぱチョコレートの方がいいんじゃないでしょうか。まあ食べ過ぎるとね、ゲスラがまた注意に死にやってきますが、というわけでね、今回はゲスラナイス 7X っていうね、うん、ちょっと代わりにセブン出てもらっていますが、そうチョコと言ったらこの3人ですよ。本当はゲスラだけ最初企画を思いついて、え待って、でもナイスとか 7X いるじゃんってなって、まあそれは来年とか撮ればいいんじゃないとか思ったんですけど、まあ、来年まで待てるわけないですよね。うん、まあていうか来年までにウルトラマンになりたいっていう部分、来年にウルトラマンになりたいなっていう部分もあるし、うん、ウルトラマンとチョコレートをねこう絡めたらね、こう3つもねお話ができるなんて本当にね嬉しいです。本当に歴史が長い、ありがたいなウルトラマン。うん、はい、というわけでバレンタインデー企画チョコレートと、ゲスラナイス 7X のお話、はい、3本ご視聴ありがとうございました。